はい、おはようございます。ゆるよりです。いつもご視聴ありがとうございます。今回もですね、クラウドファンディングにご支援、ご協力くださった方、ご紹介したいと思います。今日はですね、11月20日、今現在ですね、お昼の12時ぐらいなんですけれど、11月9日からですね、19日まで、ご紹介したいと思います。まずですね、お気持ち応援の方なんですけれど、11月10日にですね、はたはた0233さん、本当にありがとうございます。たくさんご支援いただきまして、この時はですね、6口いただいております。総額にするとですね、かなりいただいておりまして、大変嬉しく思うとともにですね、申し訳なくとも思っております。本当にありがとうございます。はたはた0233さん、ありがとうございます。続きまして、仕事をして生き生きしている犬たちを見るのが楽しいです。これからも活動頑張ってください。微力ながら応援していますということで、こちらはですね、メールアドレスちょっとですね、ご紹介したいと思うんですけど、SA ガールさんでよろしいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。続きまして、11月11日にですね、一口いただいております。メールアドレスがですね、MK さん、最初の2文字がですね、MK さん、いただいております。ありがとうございます。同じく11月11日にですね、3口いただいております。こちらはですね、KN さん、こちらもですね、メールアドレスの前2文字ですね、KN さん、ありがとうございます。続きまして、11月12日、こちらもですね、KJJAPAN さん、以前もご支援いただきました。今回もご支援いただいております。ありがとうございます。KJJAPAN さんはですね、3口ですね、いただいております。ありがとうございます。続きまして、ポークさん。3口ですね、ありがとうございます。続きまして、一口いただいております。こちらはですね、こちらもメールアドレスですね、KEI さん、ありがとうございます。続きまして、ゆきもりさんですね、こちらもメールアドレスになります。よくわからないので、とりあえずお気持ち応援と参戦ですということで、よくわからないながら、4口ですね、4000円いただいております。ありがとうございます。もう本当にお気持ち応援でも十分ありがたいんで、我こそはっていう方はですね、ぜひお気持ち応援からでもよろしくお願いします。続きまして、11月14日にですね、オフ会の参加いただいております。こちらはですね、マロントレンさんですかね、間違ったらごめんなさい、マロントレンさんというふうに、ね、見えますけれど、オフ会ご参加ありがとうございます。今のところですね、懇親会の方が僕を含めて4名ですので、まだまだね、募集しております。また、オフ会の方もですね、募集しておりますので、あと17名空きがありますので、ぜひご参加の方よろしくお願いします。で、オフ会でしか言えないことなんかもね、あります。こういった誰でもね、ご視聴できるところではですね、なかなかちょっと言えないことなんかでもオフ会ではお話ししたいと思います。特に、懇親会の方でね、お話しできるかと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、続きまして、猟犬家臣、防塵ベストスポンサー、ありがとうございます。ランラン465さんです。いつもね、ジャーキーとか送ってくださいます。ありがとうございます。11月12日にいただいております。ワッペンは、軍団長、家臣 RX ということで、ありがとうございます。また、フォントとかね、色とかのご相談は後日したいと思いますので、よろしくお願いします。それまでね、ある程度考えていただいたらと思います。カミカミせんよ、あなた。あなたはもうみんなに見てもらい、もうね、もうあなたは悪そうな顔して見てもらい、悪い顔。はい、続きまして、幸子さんですね。ありがとうございます。11月12日にいただいております。丸の形に、守りの一文字のみで、フォントなどすべてお任せです。家臣は私たちの生活を守ってくれます。私たちは家臣を守りたい。そんな気持ちです。ということで、ありがとうございます。守りっていうね、お守り代わりっていう風な感じですよね。かしこまりました。ありがとうございます。そのお守りがね、届けばいいなというふうに思ってます。ありがとうございます。11月10日にですね、アスカの防塵ベストをいただいております。ありがとうございます。蝶のように舞うアスカということでね、ワッペン作りたいと思いますので、よろしくお願いします。またその時にですね、フォントとか色とかご相談したいと思いますので、それまでね、考えておいてください。もういいって、ちぐさ。もうあとはもうほんともうアスカばっかりやん、ほんと。アスカ来い。アスカ。はい、よし。はい、ですね、大阪のなおちゃん、先日、なんていうんですかね、ワッペンの、素材っていうか、届きました。ありがとうございます。あちらでですね、作りたいと思いますので、キャンプのような感じですよね。はい、いただいております。ありがとうございます。はい、続きまして、全力応援ということでいただいております。11月16日にですね、2口いただいております。ありがとうございます。黒芝もなかさんですね。ありがとうございます。いただいております。二口ですね。ありがとうございます。もうペロンチョはいいって、アスカはもう。続きまして、県社への個人スポンサーということで、11月12日にですね、グリリューミールさん、でよろしかったでしょうか。ありがとうございます。いただいております。前回全力応援に変更していただきましたが、やはり改めてこちらを応援します。すいません。サードステージまで応援ありがとうございます。こちらはですね、最後のですね、最終ステージということで、サードチャレンジということで、ご協力をね、お願いしておりました。その際ですね、反応していただいて、ご支援いただいております。ありがとうございます。ちょっとお気持ち応援と、あと、県社へのスポンサーとかで、ちょっとこうね、ごっちゃになっているところがあるかと思いますので、改めてご連絡差し上げますので、それまでですね、整理していただければと思います。たくさんご応募いただいたんでね、よろしくお願いします。続きまして、11月13日にですね、YouTube 拝見しました。微力ながら応援させていただきます。名前は久保田愛香さん。で、よろしくお願いします。さんはもちろんついてないですよ。僕が3ってつけたんですけど、久保田愛香で、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。真中さん、ありがとうございます。ごめんなさい、これ、真中、ごめんなさい。あれですね、真中さんですね。ごめんなさい、久保田真中さんで、書かせていただきますので、ありがとうございます。はい、続きまして、11月15日にですね、桜島の漁師さん、ありがとうございます。うちのメンバーの方でしょうか。そういうふうな気がするんですけれど、ありがとうございます。いただいております。楽しみにしておいてください。続きまして、九州の漁師、よりよりのハンティングベストスポンサーということで、募集したところですね、非常に、哀れに思ったのか、それとも応援したいという気持ちが勝ったのか分かりませんけれど、ありがこちらにつけさせていただきます。これはですね、実は、もうボロボロなんで、この新しいモデルが発売したので、そちらをですね、新調して、そちらにワッペンつけたいと思っております。ありがとうございます。ご紹介させていただきます。大阪のなおちゃん、ありがとうございます。あ、そうそう、先ほどのね、キャンプの仲間たちのロゴということで、こちら郵送で届きました。そちらをですね、叱るべきところにつけさせていただきます。ありがとうございます。こちらの、帽子、じゃない、こちらのハンティングベストの、ニューモデルなんですけれど、ほとんど変わりはないです。ちょっとね、この辺りの無線入れるポケットがですね、一回り大きくなったりとか、するぐらいで、ほとんど変わり映えしないんですけれど、まあ、このね、ベストにつけたいと思っております。ありがとうございます。あと、なおちゃんさんはですね、こちらにもね、お連れさんと一緒にお越しいただくということで、ありがとうございます。はい、続きまして、こちらもですね、ありがとうございます。たくさんご支援いただきまして、本当にありがとうございます。半径5センチの白地の丸い布を本体に縫い付けてください。縫い目の内側にぴったり合うように赤い星印を縫い付けてください。場所はお任せしますが、北斗星と刺繍してください。金色の糸かなと。北海道開拓の頃、出荷物の木箱につけられていたマークです。発展の象徴です。ということで、あ、ごめんなさい。匿名希望で書いてあった。ちょっと P を入れます。ごめんなさい。ちょっとリアルでは言っちゃったんですけど、P を入れさせていただきます。ありがとうございます。おそらくこの方はですね、北海道にお住まいの方なんじゃないかなと思うんですけれど、僕自身、ちょっとこういったのに、疎くて、あ、こういったのがあったんだなというふうに勉強させていただいたんですけれど、改めて、ちょっとインターネットのですね、調べさせていただくと、札幌ビールとかがですね、似たようなマークだったりするんですよね。ですので、その北海道の開拓をシンボルとしたマークを、札幌ビールもですね、それにあやかってつけたのかなというふうに、そういった印象を持っています。僕自身もですね、こういったマークをつけさせていただいてですね、ある意味その開拓者、フロンティアというふうな気持ちでですね、狩猟、有害鳥獣駆除に臨んでいきたいと思っておりますので、そういったね、マークに恥じぬよう頑張っていきたいと思います。本来であればそういった布で、木箱につけていたと思うんですけれど、布だと結構劣化が激しいので、ちょっとワッペンのような感じでね、つけさせていただきたいなと思っておりますので、その辺ね、ご理解の方よろしくお願いします。かっこいいマークでね、非常に楽しみです。で、僕自身は尊敬するね、歴史上の人物で、土方歳三さんがね、いまして、僕の中で今現在、歴史上の人物の中ではもうトップなんですけれど、そのね、土方歳三が最後を飾ったところがね、北海道の五稜郭ということで、そういった点でもですね、非常に僕自身、思い入れが深いところでもありますので、楽しみにしております。ありがとうございます。はい、続きまして、お一方、いただいております。メールアドレスの、2文字が YD さんですね。いただいております。よかったら、こういったワッペンつけてちょうだいよみたいな感じでね、送っていただければと思います。11月11日にいただいております。ありがとうございます。もうね、嬉しいですよ。このね、ワッペンがね、5個中3つ埋まるということで、嬉しく思っております。言ってみるもんだなというふうに、ね、思っております。ありがとうございます。はい、最後ですね、YouTube 内でのお礼動画での感謝をテロップでお伝えするということですね。こちらはですね、11月19日に、レオンママさんいただいております。ありがとうございます。それから11月20日にですね、実は、お二方いただいておるんですけれど、こちらは次回にご紹介したいと思います。ということで、11月9日からですね、11月19日までご支援くださった方、ご紹介させていただきました。本当にありがとうございます。おかげさまでですね、80万円というクラウドファンディングスタートさせていただいて、途中ですね、セカンドゴールで100万円、そしてサードゴールということで150万円ということで、設定させていただいて、今現在150万円を超えた額がですね、ご支援くださって、本当にありがとうございます。で、クラウドファンディングのサイトにもね、書いてあったように、150万円以上なれば、県社内のですね、撮影する機材の方をですね、導入させていただいて、普段のね、猟犬たちの生活、撮影したいと思っています。で、どういった形で撮影するか、また配信するかについてはですね、実際に犬舎が立って、それからですね、いろいろ考えたいと思っておりますので、最善な方法で、より皆さんがですね、楽しんでいただけるような撮影または配信方法をやっていきたいと思っておりますので、その点はですね、もうしばらくお待ちください。ですけれど、犬舎内の猟犬たちの普段の様子ですね、ひょっとしてこういったですね、今現在のこのアジトのような感じで、配信するかもしれません。いずれにしても、僕がいて猟犬たちがいてっていう風な感じではなくて、僕を除いた猟犬たちが普段ね、過ごしているような感じ、もしくは、ワンプロとかですね、そういったのができるかどうかはわからないんですけれど、いずれにしても最善なところで配信していきたいと思っておりますので、お楽しみになってください。で、このクラウドファンディングのですね、もともとの趣旨は、犬舎を建てるっていうところなんですけれど、その犬舎でですね、実際に生活するのは家臣力であったり、アスカ、チグサだったりします。で、これからがですね、非常に大切なことなんですけれど、後世に優秀な猟犬をつなぐための、犬舎っていうところで、今回クラウドファンディングさせていただきました。で、おかげさまで皆さんからですね、多数ご支援いただいているんですけれど、肝心な、じゃあ優秀な猟犬っていうところなんですけれど、今現在、11月20日現在なんですけれど、この動画が配信されて以降、どうでしょうか。2週間ぐらい後になるかもしれないんですけれど、アスカ非常に、優秀です。そして、成長しています。まだ皆さんには配信できないんですけれど、僕自身単独漁で、アスカ、打たせてもらっています。今現在はですね、このアスカを、主軸とした後世にね、つなぐ猟犬を繁殖していきたいと思っています。で、全国にはですね、このアスカとか、またはですね、こちらのね、チグサ、こちらはですね、狩猟系に特化した、屋久島県の、子犬なんですけれど、このチグサがですね、やる犬にきっと成長してくれると思います。で、成長した暁にはですね、このチグサも、将来につなぐ立派なね、親犬になってくれると思っていますので、そういったのもですね、これから配信していきたいと思っています。ですので、チャンネル登録がまだよっていう方は、さすがにいないとは思うんですけれど、ぜひ、チャンネル登録、そして、高評価、ご意見などお寄せいただければ、大変ありがたいです。はい、ということでね、先ほども言ったように、全国にはたくさん、優秀な猟犬の子犬を待っている猟師さんがいます。その猟師さんにですね、一頭でも多くの猟犬の子犬を送りたいと思っておりますので、まだまだ募集しております。ぜひご協力、ご支援の方よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。